牟田市にある知る人ぞ知る駅。名前に駅とつくものの、一般の人は利用できない。化学工場の原料や製品を運ぶ貨物列車専用の鉄道だ。出勤してまず最初にやることは健康状態のチェック。乗務するにあたってですね、体調が悪いと乗組を変えるんです。それからその人がもう自己申告である程度ですねしてもらって、そしてあとは対面で体調を見てですね、悪いようであれば帰って、乗務してもらうと。あとはアルコールでも残っていればですね、ちょっと乗務するわけにはいけませんので、はい、その時もまた乗組変更を行います。よし。100年以上の歴史を持つ炭鉱電車、運行に携わる社員さんたちの一日を追いかけてみた。神棚に向かって一日の安全を祈願する。箱からラジオが出てきた。直射日光が当たって表面が劣化したりするんで、保護のためにかぶせてます。私が来た頃にはもうあったんで、だいぶ古いんだなと思うんですけど。ラジオ体操の頃には11名全員が出勤している。毎朝8時に行われるミーティング。車両、線路、運行などその日の役割分担を確認する。まとめをですね行いますので、まだ記入されてない方はですね、記入されるようよろしくお願いしておきます。健康管理にですね、十分注意して、作業方よろしくお願いしておきます。ブレーキ検定よし、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 ゼロサイで行こう、よし、ゼロサイで行こう、よし。完璧。ミーティングが終わるとそれぞれの持ち場へと向かう。運転士は電気機関車へ。室内のロープを緩めるとパンタグラフが上がる。一つ一つのスイッチの音が重厚で、そして懐かしい。ハンマーで車輪やボルトを叩く。この電気機関車も83歳。出発前検査は入念に。ダウンでですね、緩みとかそういうあれがないかなっていうのを確認してる。高い音やったら多分閉まってると思う。でちょっとやっぱ緩んだりしとくとちょっと音が鈍いよ、はい。バイクが到着したのは朝日町の踏切。線路が国道を横切るため人が配置されている。新県道、はい、到着です。はい、週1回清掃担当もやってくる。窓ガラスはいつもピカピカ。炭鉱電車は多くの人の愛情に支えられている。炭鉱電車の特徴は前後自由自在に動けることだから、前後を見渡せるように運転席は横向きになっている。
空荷のタンクを10両 JR と連結している刈谷川操車場へと向かう。朝日町の踏切を通過すると、まもなく刈谷川操車場。ここでは JR、西鉄、そして炭鉱電車が並行して走っている。コンテナを置いて宮浦駅へと戻る。閉塞解除。ポイント切り替えは今も手動。一つ一つを大事にですね、注意しながら作業をやると、安全運行ということが一番大事なことかなと。再び出発。原料である濃硝酸が詰まったタンクを牽引するために刈谷川操車場へと向かう。駅に戻るとバッテリー駆動の小ぶりな電気機関車に乗り換え、コンテナを一つずつ工場のプラントへと運ぶ。この路線は三井化学大牟田工場内にあるため、外からは見えない。ジャングルのようなパイプの中をゆっくり走る。まるで冒険映画のようだ。線路担当がハンマーを持って出発した。刈谷川操車場までレールの歪みや
ボルトに緩みがないか毎日歩いて点検している。いただきます。もう開催してから23年ずっと金井からですね作ってもらってました。機関庫では電気機関車のメンテナンスが行われている。いつでも走れるように整備には余念がない。点検して、悪いところがあれば、まあ、手入れしてまた取り付けるという、まあ、そういう作業がちょっと一連の作業になりますね。やっぱり寂しいですね、なくなってしまうのは。炭鉱電車って大牟田とか荒尾の人たちが三毛の人たちが呼んでるぐらい、やはり身近な生活の、まあ、身近にあった機関車、鉄道なわけですよね。色ですよね、一つは。この色が、まあ、僕は三池マルーンって呼んでるんですけども、まあ、紅色というかな。この色がとても素敵ですよね。でご覧のようにもういつも綺麗に整備されてます。もうナンバープレートも今ピカピカな状態ですけど、整備の方が丹念に整備されてきたと思います。そしてここに80年以上のこう歴史が僕は刻まれているような気がするんですよね。その歴史の重みっていうか、そういうのを僕は感じます。この日は液体塩素を運ぶ黄色いタンクのラストラン。電気機関車の役目も間もなく終わる。100年以上にわたり大牟田市民に愛されてきた炭鉱電車。2020年5月、静かに去ってなお人々の心の中を走り続けている。